昔々、遠い国の輝くお城に若い王子様が住んでいました。王子様は何でも思いのままにできましたから、すっかりわがままになり、優しさを失っていたんでしょう。ある夜、お城に年取った物乞いの女が来て、一夜の宿を恵んでほしいと言い、一本のバラを差し出しました。でも王子様はそのみすぼらしい姿をバカにして、老女を追い返そうとしたのです。老女は、見かけに騙されて人の心の美しさを見逃してはいけないと言いましたが、王子様は聞き入れませんでした。すると、老女の醜さが急に消え、美しい魔女の姿が現れたのです。王子様は謝ろうとしましたが、病気でした。魔女は罰として王子様を恐ろしい野獣の姿に変え、お城に強力な魔法をかけました。野獣は自分の恐ろしい姿を恥じて、お城の中に閉じこもりました。魔女のくれたバラは本当に美しい花でした。花は咲き続けて、その花びらの最後の一枚が落ちるまで、王子様が愛することを学び、そのお返しに愛されるようになれば、この魔法は解かれるのです。でも、その期限が過ぎたら、王子様は永遠に野獣の姿のままです。年月が流れ、王子様はすっかり希望を失いました。一体誰がこんな野獣を愛してくれるのでしょう。
女が僕を見て、そしてそっと触れてくれた。怯えても震えてもいない優しい眼差しで、愛してるわ。